中日、クリスチャン・ロドリゲス、小田豪輝を、支配下登録。おめでとう。育成選手2人が支配下へ。中日は25日、育成の、クリスチャン・ロドリゲス内野手と、小田豪輝外野手を、支配下登録すると発表した。ロドリゲス選手は、開幕スタメンが明言されており、小田選手は、俊足から機動力アップが期待される。二人ともシーズン活躍してくれ。おう、小田もか。小田は予想外。育成からの支配下、めでたい。小田選手は支配下登録期待してたから、よかった。あと枠いくつ空いてるんや？クリロドと小田で67、残り3枠。小田は守備でも助けられた場面が多々あったから、期待してる。岩崎は中継ぎ足りてるし、見送りか。二人ともおめでとう。優勝へのピースになってくれ。ドラドラ情報局をご視聴いただきありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。